っぽさんです。本当に、ね、嬉しいことがあったからね、急遽ね、久しぶりですけど撮影をさせていただいたんですけど、なんとね、昨日ね、うちののっぽさんのデイサービスでマック、マクドナルドですね、マックの、チキンナゲットとね、もうメインのフライドポテトをね、3時のおやつに出したんですよ。で、飲み物はなんとコーラ、オレンジジュース、アップルジュース。皆さん、これね、どんなことが起きたと思いますか？もう、平均年齢でいくと81、23ぐらいかな、の方々なんですけど、まあ、手が止まらない。手が止まらずに、ずっとね、喋りながらね、食べる。で、ジュースに関しては、コーラが大人気。びっくりしたな。俺、オレンジジュース、アップルジュースかなと思ったけど、やっぱね、ジャンキーなね、あの食べ物にはね、コーラなんだなと思った。でね、本当にね、手は止まらないわ、この飲むね、あのペースもね、我々が心配するぐらいにね、ちょっとね、早いなと思ったんですけど、まあ、食べながら、本来あんまり良くないけどね、今のコロナの状況だから、黙食っていうのがね、必要なのかもしれないけど、もう本当にね、昔の思い出話を話したり、孫との話をしたりだとか、もしくは、本当に、俺好きだったんだっていうね、ことをね、なんか頭の中で走馬灯のようにね、思い返される方が見えたりだとか、もう何よりもね、その喋りながら、笑いながら、笑顔がね、本当良かったんですよね。まあ、なんていうかな、もっと早くにね、そういうのをやってあげたらよかったなとか思いながら、まあけど、まあ、これに気づいたからですね、私としては今、まあ、毎月29日は肉の日として吉野家の牛丼、で、あ、そうだ、これ言うの忘れた。あとね、ラーメン、これラーメンね、ですするじゃないですか。これね、高齢者の方々ね、比較的その残存能力がある方はカットしたりしなくて全然大丈夫。まあ、それぞれのね、あの ADL が落ちてっていうやり方があるかもしれない。美味しそうに食べるし、器は持つしね、汁もすすろうとするしね、まあ、ちょっとね、塩分がね、高いところがね、気にかかるところではあるんだけど、けどまあ、ひと月のうちの1日、その中でも1食っていうようなことになればね、まあ、ちょっとその辺はね、目をつぶって、それ以上に何て言うかな、高揚感が増す、もしくは饒舌にしゃべる。この口角は上がるわ、このほっぺですする力はつくわ、そう考えたら、まあちょっとお医者さんごめんなさい、家族さんごめんなさいっていうような感じになっちゃった。だからもう29日は肉の日でね、ラーメンの日も作ろうと思って、ラーメンはまあ15日ぐらいかなって、それとあとはマックの日、この3つ、とりあえずね、あののっぽさんのデイサービスでね、毎月定番化して作ろうかな。で、それに合わせてね、私、まあ、介護施設を運営してるんだけど、なかなかね、ケアマネージャーさんだとかに営業に行くことはないんだけど、まあ、チラシを一つ、作ろうかな。そのチラシの内容が、ラーメン、豚骨ラーメンと食べれる、のっぽさんのデイサービス。もしくは、吉野家の牛丼が食べれるのっぽさんのデイサービス。いや、マックのフライドポテトが食べれるとかね、なんかそういう食を楽しむね、デイサービスだよっていうのをね、リュウさんの笑顔とね、合わせて、ね、作ろうかなと思ってます。皆さんたちどんなね、逆に固定観念があるのかっていうこともお伺いしたいですし、もう一つ言うならば、皆さんたちが年を取った時でも食べたいものっていうのがどんなものがありますかっていうこともね、聞いてみたいし、おじちゃんおばちゃんたちが何が好きなんだろうかっていうふうなことを本当に真剣に考えて、それを実際に介護施設とかで提供した、こういうような事例をね、ちょっとまたね、私もね、お伺いしたいなと思いますので、ぜひぜひのこさんのね、この YouTube だとか、もしくは TikTok、さらには、なんていうかな、SNS いっぱいやってますので、Facebook、Twitter、Instagram、最近クラブハウスとかもね、Pinterest とかも始めてますので、いろんなね、窓
口からですね、ご意見とかね、ご感想をね、いただければいいかなと思いますし、こういう事例が成功したよっていうこともね、お伝えしていただければいいかなと思っております。そんなこんなでね、また、ちょっとね、しばらくで YouTube ね、お休みしてましたけど、また、改めてね、再開どん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 していって、載せていきますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。